皆さんこんにちは、ペソでございます。テンドを続きやっていきましょう、はい。それではね、こちらの岩剣城を目標にちょっと攻めてみたいと思っております。かしこまった。こっちの方がね、承知。かしこまった。承知いたした。そこで落とせるんじゃないか。承知いたした。ちょっと腹積もりでおるんですけどね。まあメンバーも揃ってないっていうのも大きいので、承知いたした。お任せを。かしこまった。技が連動すればね、そのままいけるんじゃないかなというところですね。では行きましょう。目標を変更せよ。縄文を突破いたしました。はいはい。よしよし。打ち尽くせ！我らも続くのだ！己、蜂の巣にせよ！助太刀御免！おう、四年計。なんと！敵城を制圧しました！あ、やっぱ早かったね。敵部隊壊滅！捕獲した！よしよしよし。で、そこで、あれ？剣心さんがいないな。ああ、ケンシさん、こんなとこにいた。承知。で、こっちは諦めてくれたかな。ああ、ですね。かしこまった。かしこまりました。かしこまった。で、単体の部隊で行きたいと思います。それはなぜかと言いますと、前進。あんまりたくさんの部隊で出ると、進め。町を抑えるのにね、大変だという部分がありますんで。ここへ退却。オッケー。あとはそうですね、入城ですね。で、その間にこっちからは、工作隊を派遣す。あれ？はい、あれ？どこ行った？あ、不決算でいいか。承知しました。町並みの制圧が完了。行け。
前進。町並みの制圧が完了。うん、でこっちですね。進む。斎藤さんにこのラインでね、道を作ってもらいましょう。そしたらギリギリ届かないんでね。かしこまった。町並みを制圧しました。小笠原さんが亡くなった。あ、筒井さんも。制圧が完了。苦節完了。敵部隊壊滅。は。町並みを制圧しました。オッケー。これで、うん。そうですね。かわして。退却。で。下の道はもう、うん、もう出来上がりそうですね。城に帰還いたす。承知。下がやばいね。目標変更。押し出せ。力を合わせるぞ。やられましたか。敵部隊壊滅。行きます。我が領内に向かって敵が進軍中。町並みの制圧が完了。黒瀬城、黒瀬城、ん、四国ですよね。黒瀬城というと どっから、あれ、ここで府内館かじゃないんだ。あ、これか。大丈夫でしょう。そうですね、たとえ町並みを抑えられたとしても、
承知しました。であとはそうですね、このであとは、任せあれ。で、斜めがいいんだけどね。あ、こんなもんか。市場からね、裏に抜けられないのが痛いですよね。承知しました。敵将を捕獲した。目標を変更。押し出せ助太刀御免。おお、これだけやられましたか。敵隊壊滅しました。よし、ではこっちへ行け。
まあ1ヶ月で修復してくれるんだったら、うん、いいでしょう。そうですね、上から押さえに行って、この清水城を取りたいですね。まあうまくね、朝廷停戦かいくぐってくれてるんで、まああとは武田君とあと何ヶ月残ってるんだ。おお、あと2ヶ月だそろそろ東側もね準備しないといけませんね。承りました。目標を変えろ。よし、うん、これで破壊したからね、とりあえず下がっちゃいましょう。退却。引け。資源の確保が完了。で、折り返して。お任せあれ。騎馬隊いける。あ、いけそうだね。であとはまあうまく上からいければっていうところなので、さあ一旦帰りましょう。どのルート、そのルートはまずいな。こうですね。引け。中継点がいい、指定できないから、うん、行きます。気持
付け城もね、2万切ってるんで、これで知れなんとかいけるんじゃないかな。はい、ということでね、ちょっとここで、今回は終わりたいと、ごめんなさいね、喉が引っかかった。ここで終わりたいと思います。すいませんね、ちょっと風邪気味でね。じゃあ実況すんなよということなんですけど、もう取りだめがね、もう10月11月の忙しさでもうほぼほぼなくなってしまって、多分今日も、12月のこれ10日なんですけどね、ほぼほぼもう 2,3 日後には配信させてもらってる形になってますんでね、ちょっとお許しいただきたいと思います。さあ、この辺はちょっとね、準備できましたんで、とりあえずこのね、清水城を押さえてから、ここの肝付城ですね、準備しましょうか。まあ、ここは市場なんでね、あとは上に行く段取りも出来上がってますんで、これをちょっとうまくかいくぐりながらで、あとはサバハラ城のメンバーね、何人か移動させましょう。あ、そっか、その前にね、残ってた開発をやっちゃおう。ではここで、終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではさよなら。